板垣信方は、戦国時代の武将、武田信虎、春信の二代に仕えた、武田二十四将、武田四天皇の一人、加紋は、花火師、馬印は、三日月、武田春信が父、信虎を追放して、家督を継ぐと家臣団の筆頭格となる。春信が、諏訪氏を滅ぼすと、諏訪軍隊となり、諏訪州を率いて、品の計略戦で先行を挙げた。 村上の力夫との上田原の戦いで先陣となり、初戦で村上勢を破るが、逆襲を受けて討ち死にした。信方は、武田氏の縮小として、信虎の代から活躍したと言われ、天文9年の信虎の信濃国策軍進行の際に、敵上十数を落とす活躍をしたという。天文10年には、信虎嫡男春信による信虎の駿河国追放が起きている。 海の国史によれば、春信が家督を継ぐと、信方とあ甘利虎安は、武田家最高職の両職に任じられたという。同十一年七月、春信は、高遠雷次と結んで、諏訪国へ進行して、諏訪より主家を下し、より主家は、板垣号東高寺で自害させられた。同年九月、諏訪家総領職を望む雷次は、藤沢より近と結んで、諏訪国へ進行して、 上原城を落とした。春信は直ちに、信方を先人とする救援の軍を送り、暗黒寺の戦いで雷継を打ち破った。高城再起によれば、高遠雷継を追い藤沢より地下を屈服させた。春信は、天文12年4月に、信方を諏訪軍隊に任じ、翌5月には、上原城を整備して入部している。なお、信方はこれに先んじて、諏訪、 作領軍において反物による所領宛行を行っているが、この際の所領宛行は後に再安度されている点から仮約束的なものであったと考えられている。諏訪支配を担当した信方の立場については、新氏を継ぐの日記や公用軍艦においては、軍隊の故障が用いられ、諏訪軍隊とされているが、英六八年、諏訪新社祭祀最高次第においては、 諏訪軍事の故障が用いられている点が指摘される。天文14年、春信は高藤城を攻略し、高藤来次は没落した。続いて春信は再び背いた、藤沢頼近の福与城を攻めるが頼近は、品の守護、小笠原長時と結んで抵抗した。信方は、藤沢市、小笠原市に組みする龍ヶ崎城を攻め落とし、孤立した頼近は降伏した。 天文16年ウルー7月、春信は信方率いる諏訪州と共に大軍で作軍に進攻し、志賀城の笠原清茂を包囲した。関東管領上杉県政は、家内集計に西上の州を引き入させ救援の軍を差し向けた。春信は、信方とあまりトライアスに別動隊を編成させて迎撃に当たらせる。8月6日、信方は、 尾代元の戦いで、関東関連軍を撃破し、敵将一守五人、兵三千を討ち取る大将を収めた。救援の望みを失った、志賀城は落城し、春信は、作軍の平定を完了する。老年になり、板垣信方はしばしば増長気味の行いがあり、武田信玄はこれをいさめて、誰も見よ。見つればやがて各月のいざよい福や、人の世の中、 武田信玄という和歌を送ったと言われる。信方の馬印は三日月であり、和歌では信方のことをガツに例えている。天文17年2月、春信は村上の力を打つべく、証券軍へ出陣。同2月14日の上田原の戦いで、武田軍は敗北し、信方はあまり虎安西官、川内守、初鹿伝右衛門と共に討ち死にした。赤なくも、 名ほきの元の夕映に、月影やどせ花も、色祖父、板垣信方信方の死後、家督は、嫡男の信則が継いだが、不行績のために、武田信玄によって、武田家から追放され、後に中殺された。これにより、板垣家の嫡流は一旦断絶したが、翌年、信方の娘婿で、同族お像師の佐京介信康が、武田信玄の命を受けて、板垣氏を再興した。 これが以後、海、板垣氏の着流となり、武田氏滅亡後は、真田正幸に仕え、後、加賀藩氏となった、武田家から追放された、信則の子孫からは、母親戦争で活躍した、板垣大輔が出ている、映画テレビドラマ舞台、ありがとうございます。